ロビンソンのスピッツじゃなくて、スピッツのロビンソン、間違える人はいないですね、スピッツのロビンソンのね、この、有名なイントロ、このね、史上最高ですよね、このギターアルペジオのイントロって言っていいんじゃないでしょうかね。それをね、まあね、1回のそのギター弾きとしては、ちょっとね、できるとね、いいんじゃないかななんてね、ちょっとね、今日ね、やってみようと思いました。ね、誰かにね、見知らぬ誰かに、ギター弾けるの？ちょっとなんか弾いてよって言った時にね、こんなね、ロビンソンのスピッツじゃなくてスピッツのロビンソンのこのイントロをね弾けるとね、おできるじゃんみたいなね感じで、ね、みんな知ってますんだね、このね印象的なこのフレーズね、40秒近くありましたね、 YouTube 見たら。この長いね、昨今はねイントロないような曲ばっかりですけどね、5秒とかね、そんなね、曲ばっかりですけどね、16小節ありますね。これをね、まあね、弾けるとね、いいんじゃないかな、なんてね、思いました。昔ね、タモさんがね、M ステでね、草野さんに、イントこの曲長くないなんてね、突っ込まれてましたけどね、今日はね、この長いね、印象的なイントロね、ちょっとね、弾き語り用の、現実的な、この歌える、キーに落としたね、ローコードをね、駆使したアルペジオっていうことでね、解説していきますんでね、結構ね、簡単にね、弾けるんじゃないかな、なんてね、思いますんでね、ぜひともね、アルペジオ初心者の方でもね、ちょっとね、頑張ればね、全然弾けそうな感じの曲ですんでね、うん、頑張ってみる価値ね、全然ありますよ。っていうか、これはね、8分音符ばっかりですんでね、リズム級、気にすることなく、まあ、指の運指なんかもね、勉強ということでね、変則アルペジオの、ね、練習なんかで、ね、むっちゃ向いてる曲ですよね。基礎的なね、くだらないトレーニングやるよりもね、このスピッツのね、ロビンソンのイントロをね、ちょっとね、こうね、タブー珍しくね、上げときますんでね、やっていきましょうかね。この曲はね、キーはね、このタブ表を見ると Fem7 っていう形でね、Em7 の on A、Em ってことでね、で、キーの方がね、この4小節見るだけではわかりません。全部見るとね、まあ、A メジャーがね、キーです。A メジャーっていうことでね、ちょっと、それからね、一番ね、草野さんのキーのね、高いところでね、うーらら、地球の風になるの。うーららのとこはね、C シャープなんですよね。ここ。このこと。これね、人間ではありません。この声をね、高いところでね、もうミックスボイスか、もうね、感じで出せる人はね、いませんのでね。まあ、ほぼほぼ A かね、一般男性で A か G ぐらい。もう女性のキーですよね、ほぼほぼ。ね、これをね、現実的に弾き語りしようと思うと、絶対ってことはないですけども、キーをね、マイナス2ぐらいでは、ちょっとね、足りませんね。マイナス4、5ぐらいしないと、歌えないっていうことでね、ちょっとね、C のね、簡単なね、C の、C メジャーの展開のアルペジオっていうことでね、イントロが弾き語りできるようにね、ちょっとアレンジしてみました。実際にね、まあ、A メジャーなもんでね、C で弾こうと思うと、皆さんどうやってやられるかわかんないんですけど、僕はね、こうやってね、カポをね、調整するときに、まあ、これが C ですよね。これは C、C、C、そのままね、A まで持っていく。弾きたい、コードの、キーを C とする。そうすると、この原曲は A ですので、ここね、A まで持っていく、この C のね。まあ、この C の、フォームのまま持ってきゃいいですね。C、これが D ですよね。ドレ、まあ、C、E、ミ、E ですよね。F はファ半音の上がりですから。で、ソ、G、ラ、A ですね。ここがですね、ここまで上げちゃうとね。そうすると、カポは、ラがこうですね。この C の形がこうです。ね。だもんで、ここの9カポまで持ってくると、これが、9カップじゃないな、9カップまで持ってくるとね、これがC メジャーのキーを押さえてますけど、キーは A っていうのがね、
ここで弾いてる。ほんでこのこれでこの今タブ譜上げてますけれども、これでこうやって弾くとその原曲の高さのなります。このキーでここからまあマイナス2、1音下げたりマイナス4、1度下げたり2度下げたり、マイナス5ぐらいでね、私はマイナス5ぐらいでねやるがいいんかな。ここがはい一番ここがこの休暇ポのうーららのここが C シャープですよね。なのでここのキーがまあ最高音G、このぐらいかな。男性キーだと普通に出せると G ぐらい、このぐらいで4カップでねやらせていただけた。去年4カップでやらせてもらったけど、このぐらいがまあ現実的なね、キーじゃないかななんてね思いますんでね、これでねちょっとやってみますね。4カップねで C 展開でねやりますんでね、まずはこのね今日ねタブ表ね、4小節作りましたんでね、ちょっと見てもらってね、大体の全体像 F Em7 Em7 の音 A、 まあ Em7 のサス4っていうことと一緒ですけども、あと Am これのね4小節が4回繰り返して計16小節ということでね、長いイントロになってます。でも印象的ですよね。ほんで、まあこのだとまあそのね、キーがね、A メジャーって言いましたけども、 A メジャーってがわからないという全体を見てね、そのキーを把握するっていうことなんですけれども、ね A メロ B メロねサビ全部見てこのキーをね把握しないといけないんですけども、ここだけ見たらねわかんないねっていうことをね、ちょっとね言っておきますよね。でまあこの C のねメジャーキーの、F っていうことでね、サブドミナントコード4番目のね CDEF の F から始まる、まあよくあるやつですね、サブドミナントコードからまあ始まってますよね。そのF のところでまあその通りね弾いたらね、その通りの弾き方になるんですけれども、大体のねベースも交えたで、三輪さんはねそのバンドでまあやりますんでね、ベースは他の人がやっていらっしゃる、だけど弾き語りの場合はベースも出さないといけないっていうことがねありますんでね、ベースもちゃんと出してね、メロディーとともにベースも出すっていうのがね弾き語りの基本ですんでね、基本ですんでね、ベースも出していこうっていうねタブになってます。4カップでねやってますね。大体パーッと見てもらうと、ベースとちょっとねメロディー2音でね入ります。ね親指、私の場合は親指654ね、654弦が親指、3弦が人差し指、2弦が中指、1弦が薬指っていうね、このねあれを守ってますけれども、これでね通りにやっていただくといいんじゃないかななんてね思いますけどね。まあピックで やってもねいい曲なもんでね、後でね時間あったらまあピックのね弾き方もねちょっとね、説明しようと思いますけれども、まあ最初のねメロディーとベースも叩いてメロディーも叩くと、そうすると F のところいきますよね。3弦の4弦の3フレット3弦の2フレットってことね、まあ F の形を押さえればいいってことでね。その次がポイント、このね1弦3ってなってますけども、まあ3フレット押さえろってことですけども、これは G の音ですよね。 F に F の音じゃない構成音でない G を加えろ。これがねまあちょっと難しい話をするとね、ナインスっていうやつですね、9度の音、この音がね非常にね、この曲の肝になってるね、おしゃれな物語らしい感じのを出してるね、いい子ですね。このね3って書いてあるね2番目のこの音、これをね必ずね綺麗にね、出してあげてくださいということでね、まあそのナイスっていうと、まあその一番最後のね4小節目のね Am のこのこれもナイスですね。 Am のこれがね非常にね、決まってますんで、この曲のお肝になるナイスのね、ところをねしっかり出していくっていうことでね、あとまあ大体見ていくとこの引き上げ、
1弦2弦3弦1弦3弦1弦3弦とかね、E マイナーのとこ行くと、1弦2弦3弦また 1弦2弦とかね、こうだんだんねこう引き上げる感じね、こうこういう感じね、ねこんな引き上げる感じのあれが基本になってる。これも引いて上げて引いて、あ下から高いところ引いて低いところにも戻ってくると、2弦4弦2弦4弦とかね、こんな形のね、弾き方がなってるっていうことでね、覚えておいてくださいね。でサブドムダントの F から始まりますんで、これ一緒にこう弾いて、でその次このねこうなんですけども、簡単ですよね。でも F をこう人差し指、あ親指と人差し指こう一緒に出してもらう。でこの F のコードに小指で G を、3フレットの G をこう決めてくださいね。そこ今度、2弦3弦といきますけど、これはね、まあ、どうでもいいって言ったらいかんけど、3、2でもいいし、2、3でもいいっていう感じね。うん。で、次、この F。またこれ、キーの音に戻って、これ解放する。F を押さえ、簡単な F のコードを押さえながら、1弦の1、0フレット、解放。ね。これいいですかね。1弦の3フレット1フレット、解放って感じね。これでメロディー出してくれ。その次、E マイナー7、6弦ベースとね、一緒にねこのメロディーのところがね3弦の解放になってます。これちょっと難しいですかね、最初のね1拍目のこのベースとメロディーのところは。なのでね、弾き語りの場合はね、そのこっちの最初のメロディーのこっちのね、G の音を省略してもね、ベースを必ずね出すっていうことが大切でね、メロディー捨ててもベースだけ出すけど、これベース捨てます。だけどこれも出せるといいですね。ね、こんな感じで、弾くと。でその次、あそんな早く飛ばしたらいかん、こうやってもう書いてある通りなんでね、1弦2弦3弦もうそのまま開放を弾くだけですよね。その次の 3Em7th の 7th がここが初めて、ここがね一番最後の Em7th の一番最後のところのね2弦は開放になります。私ね、多分ねやってる時にもうねめんどくさいもんでね、こうやって弾いちゃったかもしれない。でも Em7th っていうコードを押さえてたら、あここが一番最後の2弦の 3フレット弾いてもこう開放であってももう特段体勢に影響はないですね。もう大変だったらもうここ3でもいいですし、解放してもらってもいいですしね。でも最初のねここ、最初のここ、ここね、ここは2弦3フレットを必ず出してもらってね、あとはここ解放してもらってもいいし、まあ Em7th の 7th のでもいいです。はい、次行きます。 Em7 on A ということでね、まあ A7 sus4 の一緒の押さえ方ありますけどね、ここちょっと難しい。メロディーを出そうと思うと、まあ A7 sus4 の形を押さえといて、親指で、5弦と、人差し指でね4弦の、4弦ね2フレット、これがメロディーなんですよ。でもベースは A なもんでね、これがねちょっと難しいかもしれないってなるんですけども、これねベースだけでもいいかもしれないです。
ね、本来はね、こんな感じになりますけれども、まあできたらね、このサスフォのこの音もいいもんでね、なるべく伸ばしてね、はっきり出すようにね、ここのね、最後開放になりますけども、これもね押さえとっても体勢に全く影響ありません。私も押さえたか押さえてないか分かんない。でも最初のね、聞いてもらったと思うんですけれども、全然違和感なく聞けたと思いますんでね、メロディー、私ね、ここねこうやってやっちゃいましたね。3弦の2弦の3フレットやってから2弦の1フレット持って開放にしましたね。これ違いますね。これ見ると私せっかくコピーしたのね、これこれ、ね、これが正解ですね。でもまあ全然違和感ないもんでね、このコードをね、ちゃんとね押さえてねやって、アルペジオの音をしっかり出してたらね、構成音でありましたらほぼほぼねどう弾いてもねいいっていう感じです。いい加減なこと言ってますけどね、まあしっかりね、やろうと思ったらこれが正解ですね。私は弾き語りの最初の冒頭の模範演奏というのはおこがましいですけど、こうやって弾いちゃいましたね。これも多分自分の手癖になっちゃったのかな。こうやって弾いちゃいましたけど、本来はこうやって弾くと、ね、いうことね、細かいですけどもね、そういうことですね。次の A マイナーに行きます、うん、これね、これはねもうこの裏拍に全部これが入ってきますので、4弦の2フレットがね入ってきますんでね、あんま知れたこれね、これね、簡単です。ですが最初ね、これとねこの音は A 音ですんで、まあこの音、まあ省略してもいいですね、ベースだけ出しておいてもいいです。ドゥン、このね、その次ね親指で4弦いくのがちょっと難しいかもしれない。この次の、2弦開放は A マイナーのナイスの音になります。これがねこの曲の一番いいリズムのナイスの音ですんでね、この音はねしっかり出すように、ね、ここをこうやっといてナイス Am ナイスの、2弦開放にしてね、 Am から人差し指を離すだけです。でまた戻して2弦の1フレットで4弦いってね、裏拍のところで必ずね4弦の2フレットを叩くっていう話ですね、これね。だからこれをこれ手癖にしてもらったら、これ一番簡単なところですね。ここの最初のメロディつけるとでは簡単に弾きますんでね、ぜひともね、トライねしていただけるとねいいかななんてね思いますね。これね、まあ、こんな弾き方はね、まあ、タブ表通りにね弾けばいいんですけども、これをね、実際のね、何ですか、音楽をね聴きながらね、まあコード譜、まあ、楽器ミスさんとか、ユーフレットさん見ながらねコード譜拾ってもらって、カポでね起変してもらって、弾きやすいローコードにして、このコピーしてっていうやり方ね、いうのをね、コピーにとかアレンジの仕方っていうのもね、まあこの動画が好評でしたら、まあ1000回以上、まあ超えたらまあやろうかななんてね思ってますんでね、ぜひともね、やっていただくっていうことでね、やると、あとね、さっき言ってたね、ピックで弾くとね、やっぱりねこの曲はねいいもんですからね、
ピックでね、私ねピックはねあんまりね得意じゃないもんでね、ね、ね、弾く時のその注意点だけね、言っておきますね。ピックのね、当てるね、方向ですね、方向っていうか上から上げるか引き下からこう弾くか、この弦を上から上げるか下から、これね結構ね重要になってきます。これはね、ベースはほぼほぼね、ベースは次の弦に向かいますんで、下の方を弾きますんで、ベースが一番低い高いこのここにありますんで、低いところに向かって3弦2弦とね行きますんで、ベースは上から叩く、つまり次の、メロ、弦が低いところにあれば上から叩く、次の弾く弦が、高いとこ、つまり2弦1弦弾いたら2弦3弦、1弦弾いたら次2弦必ず行きますよね。ここまあオルタネートだったらこうやって弾くけど、こうやって弾くけど、必ずこうやってから次は2弦か3弦かですか、まあいろいろですけども、上の方に行くの、上の方に行くんだったらピックも下から上げるとね、一番最短距離で上げるということね。これがねピックを使う基本になってきますね。あんまりねうまくないんですけども、次の、弦がどちらにあるかっていうことで、上からピッキングするか下から、引き上げるかっていうところをね、守っていただいてね、ポイントにしてねピッキングをねしていただくっていうことでね、よろしいでしょうかね、こんなところにねしときましょうかね。どうでしたかね、分かりやすいでしょうかね、ちょっと分かりにくいかな、またグダグダ喋ってたかな。ということでね、またぜひともね、こんな感じでね、講座をね、今日はねイントロだけでしたけどもね、ね皆さんにお役立てできるね、スピッツのイントロね、ちょっと弾いてよって言った時にね、弾けるような感じにね、知っていくとねいいんじゃないかななんてね思いましてね、やってみました。それではね、またね、次回お会いいたしましょうね。それではありがとうございました。今までね、ご視聴していただきましてありがとうございました。またね、次回もやりますんでね、ぜひともね、チャンネル登録もね、してもらってね、お見逃しないようにしていただければと思いますんでね。では、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。